はい、それでは中一理科花の作りという話をしていきたいと思います。皆さんももしかしたらね、お家でトマトとか育ててる人いるかもしれないですね。自分で育てたトマト美味しいですよね。また食べたいなって思ったらどうすればいいんだろうかってなると、あ、そうだ、種を取ってその種から育てればいいんだっていう風に気づきますよね。これ結構スイカとかでもね、よくあるんじゃないかなと思います。で、この植物っていうのは種を作って増えていくというのが基本ですよね。で、そういう植物のことを種子植物というふうに言います。種のことをちょっと理科ではかっこよく種子というふうに言いますからね。はい。で、その種子というのは花からできるんです。花に作られるわけですね。で、花がこうやってビャーっと咲きますよね。じゃあこの花びらのところ、これはね、皆さんよく目立つから見ると思います。これちょっと中学校では花弁というかっこいい言い方に変わりますよ。で、真ん中にいろいろと出てますよね。その中でも特にど真ん中にボンとあるのがめしべです。で、その周りを囲んでいるのが全部おしべというふうに言います。で、下にはこの花弁を支えるガクというものがありますので、それもちょっと合わせて覚えておきましょう。一応模式図的にこう書いていきますとこうなります。この周りにあるのが花弁、花びらですね。で、ど真ん中にドーンと立っているのがめしべ、その周りにいくつか立っているのがおしべ、で、下で支えているのがガクというふうになります。さらに、めしべの一番先っちょですね、ここを中頭というふうに言います。で、おしべの一番先っちょを薬というふうに言います。この薬の中に花粉が入っていて、その花粉が風や虫で運ばれてめしべにつく。で、そうしたら受粉するというふうに言います。受粉すると種ができるわけですね。で、受粉するとどうなるかというと、めしべの下の方が膨らんできます。この膨らみのことを子房と呼び、その中に胚種というものが出来上がりますですね。で、これがもっともっと膨らんでいくとどうなるのっていうと、子房の部分が実になるわけです。ちょっとかっこよく果実っていう風に言いますよ。ここ実です。リンゴとか桃とかイメージしたら分かりやすいんじゃないかな。で、真ん中に胚種だった部分が種子として種として出来上がりますですね。これ桃なんてこの周りの部分、実の部分食べますよね。で、食べたら最後種の部分が余りますよね。そういう形になっております。はい、では次、上のこれ油菜桜バラとツツジアサガオタンポポなんですが、この上3つと下3つ何が違うでしょうかって言ったら、これちょっとタンポポを見ると分かりづらいんだけれども、花びらを見てください。花弁ですね、花弁を見てください。そしたら、この花弁、上の方のグループは全部花弁が1枚ずつ取れます。だけど、下の部分はもうツツジなんで、これで1個ってなっちゃってますね。朝顔もこれで1個っていう風になっちゃってますね。で、タンポポも実はこれ花弁と花弁がくっついております。そんな違いです。で、花弁が離れているものを離弁花という風に言い、花弁が離れているってことですね。で、花弁が互いにくっついているものを合弁花という風に言います。はい、次。世の中には一つの花におしべとめしべ両方ついてないよっていう花もあります。さっき見たのは、おしべがあってその真ん中にドーンとめしべがあるっていうものでしたね。でも世の中には、そうじゃないものもあるわけです。じゃあそうじゃないものってどうなってるのっていうと、雌花、雄花というふうに花が、めしべしかない花とおしべしかない花というふうに分かれているわけですね。だからこれが受粉するためにはこの雄花と雌花がくっつかないと受粉しないっていう風になります。まあ、基本的には虫が足とかにねくっつけてこっちに移動して受粉するという風になります。はい。で、そんな花の種類、皆さん松ぼっくり見たことありますね。これ実は花ですよ。これ雌花になります。で、じゃあ雄花どうなってるのっていうと、松ぼっくりこんな風になってる時があります。で、この先に出ているのが雌花で、成長してこの松ぼっくりになるところです。で、この周りにドド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 ドとあるのが雄花という風になっていて、この雄花の中に花粉のというものがあります。で、その花粉のから花粉が出て受粉するという仕組みになっております。で、この松ぼっくり受粉するとどうなるのっていうと、この1個を取りますよ。これ鱗片という風に言いますが、鱗片を1個取って拡大したらこんな風になってます。胚種がここにある。で、これが1年経つと種子ができる。胚種が種子になる。っていう風になるわけですね。あれおかしいなって気づきました？
種子むき出し、排出むき出しでいいの？周りに脂肪という、実ができるんじゃないの？っていうと、この松は脂肪がないんです。排出がむき出しになっております。で、こういう植物のことを裸子植物といって、他にもイチョウとか杉、花粉で有名な杉ですね。とか、ソテツというのがその仲間になります。で、最初に見たように、排出が脂肪に包まれている、つまり実の中に種がある、そんな植物は、皮脂植物というふうに言います。ので、これも合わせて覚えておくようにしてください。以上、花の作りでした。ご清聴どうもありがとうございました。